十二子君の乱は、クレアサの王である、ゴマサフミの死後起こった九百五十年から九百六十七年に、かけての内乱、またはその時代のことである。ゴマサフミが戦死してその子のゴマサウキが立つと、クレアサの勢力は衰えた。その中で十二子君と呼ばれる土豪たちが、甲がデルタの各地に拡挙して、互いに争った。イサム冠ミネシを、拠点、現広氏三体を、 拠点現守る都市戦友を拠点いさむじゅんを拠点くれひ喜び。東林を拠点理慶鳥類を拠点と形跡森合行を拠点現鳥西不列を拠点旅を細江を拠点半百戸富士州を拠点チンランヌの海口を拠点後正沖平橋を拠点。このような状況の中で、花旅において。 五県に仕えた将軍長校長の維持であり独立勢力を築いていた帝武寮が現れた。帝武寮は当初は陳乱に従い後継者の地位を得、その死後に勢力を吸収した。後に半百個を味方につけ他の主君たちを討伐していった。民衆の指示のもと連戦連勝ゆえに満昇王と尊敬された帝武寮の前に主君は次々に撃破され投降していった。 968年に帝武領によって平定された。968年に帝武領は皇帝に即位し、国号を大区越として、帝朝を創建し、花寮に等を置いた。ありがとうございます。